クレバとは、ベラルーシのフロドナ州のスマルホニ地区に属する村である。ポーランド語ではクレボ。村の名前は、クリビチ族の名前に由来する。リトアニア大公ゲデミナスの地世に、村の近郊に、クレバ城が建てられたと考えられている。1382年に、リトアニア大公ケストテ,ティスは、内戦の中でクレバに投獄され、追いのヨガイラの命令で殺害された。 1385年に、クレバ近郊のクレバ城で、クレボ合同として知られる契約が締結され、リトアニア大公となったヨガイラと、ポーランド城やドビガの結婚が取り決められた。1387年に、ヨガイラはリトアニアに、最初のキリスト教区を設置し、今日では、聖マリア教会として知られる教会を建立した。 第一次世界大戦ではクレバは最前線となり、クレバ城の移行も著しい被害を受けた。第二次世界大戦の前、クレバには500人のユダヤ人が住んでいた。ドイツ兵が町を占領した後、ユダヤ人はゲットーに収容され、過酷な条件下で奴隷と同じように刺激された。1942年に、彼らはビリニュスとアシミアヌイに設置されていたゲットーに移送された。クレバ城の移行。 ありがとうございます。